東日本大震災から3年が経とうとしていますが、被災地では依然として復興に向けて頑張っている人たちがいます。そんな人々の姿を伝えるため、全国各地の中学生が岩手県宮古市を訪れました。宮古市を訪れたのは静岡県や長崎県などの中学生5人です。テレビなどでは被災地の細かいところなどは分からないと思うので、今の現状などをしっかり学んで、自分の住んでいる宮崎地区にもその現状や復興の進み具合などを伝えれればいいかなと思います。長崎では、被爆地だったり長崎大水害だったり、そうした、震災みたいなのがいっぱいあって、その度に学習してきたりしてるんですけど、東北のことはあんまり知らない人多いんで、この機会通して東北のことを発信するきっかけになれればいいと思います。千葉県の代表としてしっかり目に焼き付けて、自分の住んでる地域でちゃんと伝えられるようにしたいです。大震災のこととかもう忘れかけている人も多いと思うので、今回私がしっかり見てきて山口県に帰って伝えていきたいと思います。しっかり自分の目で見て、自分の耳で聞いて、それを現地へ帰ってからいろんな人に伝えていきたいと思います。そして5人と共に回るのは被災地の写真を撮り続けるフォトジャーナリスト安田夏樹さんです。宮古市は東日本大震災で500人を超える死者・行方不明者を出しました。また巨大防潮堤が破壊され、海沿いを走る三陸鉄道をはじめ交通も壊滅的な被害を受けました。5人が最初に訪れたのは宮古市役所。山本正則市長が震災当時の状況やこれまでの復興の歩みを説明してくれました。被災にあった建物とか、そこの自然とかを残す残さないとか、そういう意見、住民の意見とかありますか？宮古市の場合はまずその残すものとしてですね、やはりそこでですね、亡くなった方がいないこととかですね、それからこれからそこのところを区画整理などをしてですね、これから街づくりをしなきゃならないのの障害にならないこととかですね、やっぱり一番大きいのは残して意義があるかどうかですね。大震災あるいはこういう状況をですね、忘れないでいてほしいということです。一番ですね、被災地がですね辛いのはですね、忘れられることです。宮古市の海岸沿いを走る三陸鉄道。震災で壊滅的な被害を受けましたが、わずか4日後には部分復旧するなど、町の復興のシンボルとなっています。望月雅彦社長は車両の中で赤字路線でも復旧させる意義などについて話しました。簡単に諦めちゃダメです。諦めたら多分三陸鉄道もなくなったでしょうね。それから素早い対応するとやっぱりいい結果が出るなというふうに思います。努力すれば報われるということですね。それからやっぱり多くの人に支えられてここまで来ましたので、感謝の気持ちを忘れないということがすごく大事だというふうに思います。こんにちは。ここで5人と合流したのはお笑い芸人のロザンの2人。安田さんと共に5人の活動をサポートします。続いて向かったのは太郎地区。ここには45年かけて作られた長さ2600メートルの巨大防潮堤がありました。
世界中から視察に訪れる防潮堤でしたが、震災の津波で破壊されてしまいました。防潮堤の脇に立つ太郎観光ホテル、2階から下は骨組みしか残っていません。松本裕樹社長はここで襲いかかる津波の映像を撮影し続けました。あれ津波来たよ、早く逃げて。突然真っ黒で巨大な水の塊が港に飛び込んできました。そしてあっという間に町を飲み込んでいきました。これまで見たことがない衝撃的な映像に中学生もロザンも言葉を失います。そして最後に一行は破壊された巨大防潮堤に登り、宮古市の職員に今後の復興計画などを聞きました。被災地を自分の目で見て人々の話を聞いた中学生たち、命を大切にし震災を語り継ぎたいと言います。南海トラフっていう大きな地震が今後あるっていうことも聞いてるので、確かにこういう防波堤とか作るっていうのは大切だと思うけど、一人一人が率先避難者で自分の命だけは助けれるように逃げるっていうことをまず第一に伝えていきたいと思いました。海と一緒に生きてる人たちにとっては、まあ、海の資源も大事で、そういう中だから自分の命はやっぱり自分で守るっていうことが大切なんだなって思いました。今後いろんなことで自分の命を自分で守るっていうことを伝えていきたいと思います。実際に現地で見ないとわからないと思うんですけど、できる限りありのままを話せるようにしたいです。ここにしかないものを見てちゃんとまた次の世代にちゃんとこの大事で、学んだことをちゃんと伝えていくことが大事だと思いました。ここに来れた私たちはしっかりこのことを地元で伝えることが義務だと思うので、このことをしっかりみんなに伝えていきたいです。私たちにできることは何かっていう部分で大変なことっていうか大きいことを考えていたんですけど、ここの人たちから話を聞いてただ忘れないでほしいっていう意見を聞いたので、本当にそういうことがこれから先で少しでも被害を抑えるために大切なんだなと思いました。